そうじゃない、その前ですね。そして、限りはない。そして神の知恵の他に知恵はないのでありますから。ここにね、神の知恵の他に知恵はないのでありますからでしょ。我々に宿っている知恵でも実はこの神の限りない知恵を宿しているのであります。私たちの知恵がね、人間の知恵だと思わないんでね、神様の知恵が自分に宿ってるんだということを常に考えなきゃいけない。それだから知恵は自分の肉体の中にあると思っていたら大間違いです。肉体はないと成長の絵では言う、この肉体はないということが分かれば、知恵は自分たちの肉体の中にあると考えるのは間違いだということが分かってきます。悟るということでも、迷っている凡夫の貧しき知恵が真理を教えられて、だんだん向上して悟るのだと考えていますと間違いであります。これ数字入れてください。これ大変なところですよ。自分はつまらん人間だからね、だん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 修行していってね、だん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 少しずつこう悟っていこうというような気持ち持ったらいけませんよ。これはね、悟るっていうのはね、この、分かったらね、瞬間にバーッと開けてくるんです。非常にね、こう明るい世界が出てくるんですね。気がついたら、パッと明るいものが出てくるんですね。これは私たちもいろんな体験を持っておりますけれども、いろんな人にね、会ってみてね、まるでね、人間がくるっと変わったようになるんですね。しかし、一遍変わってからとまたこう、もう一度変わるってなかなか難しいんですけどね、もう何回も何回もそして変わることがあるんですね。だから白隠禅師でも、大悟八回、大きい悟りが八回っていうことですね。大悟八回、大きい悟りが8回、小悟、小さい悟り、小悟、数知れずっていうことを言ってますね。だから白隠禅師の偉い人でもね、大きい悟りが8回あったっていうね。それで小さい悟りは数知れずっていうことを言ってます。だから皆さんが毎日毎日は悟りなんです。数が知れないんです、この悟りっていうのはね。だから、その時その時に気がついていって、一つずつこういいことがパッパとね、気がついてきて、それが出てくるわけです。だから、大悟八回、小悟数知れず。私たちでももう毎日のように先生の本を読んだり、あるいは先生のご講話を聞いたりすると、また新しく悟っていくわけでありましてね、気がついてくるわけです。悟るということでもね、迷っている凡夫のね、貧しい知恵が真理を教えられて、だんだん向上して悟る。つまらない人間がだん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 悟っていくんじゃないんですよ。本来素晴らしいものがあるんだから、それに気がついたら、ズバッと出てくる。ズバッと出てくる。ね。じわじわ出てくるんじゃないんですよ。なんかじわじわ悟ろうなんて思ってる人だったら、ここで改めてもらわなきゃね。まあ、ゆっくり悟りましょう。そんな慌てんでもいいですよ。じわじわでね。それもいいですよ。じわじわって言うけどね。なんて言わんでもね。スパッとね、だって、マッチを吸ったら、じわじわ火がついたって聞いたことないね、皆さん。スイッチをひねったらね、火がじわじわついたら、それはもうスイッチにもよりますけどね。そうだったら、だんだんこう、抵抗があって少しずつ明るくなっていくやつもあるけどね、だいたいこういうところはパッと明るくなるでしょ。火がじわじわと灯ったなんてね、聞いたことないあんまりね。マッチ吸ったら、パッと光が出るでしょ。こんなことですよ。だから、ね、皆さんがね、なんかこう、悟るっていうことをね、つまらない自分が修行して偉くなると思ってると間違いないんです。最初からね、私はつまらないもんだから、凡夫だから、つまらさんと修行して、これから立派な人間になるというような考え方は、今までの宗教ではそういう考え方がよくあるんですね。そうじゃないんです。もう人間は神の子であってね、神の子がね、自分の、神の子であるのにね、自分は凡夫だ凡夫だ、つまらない人間だつまらない人間だって言い聞かされてそう思ってたに過ぎないんです。本当は神の子で素晴らしかったんです、もともと。素晴らしいものが出てなかったんだけど、ね。出せばいいんです。出せばいいんですね。ここはね、もう、だから私たちでもね、
まあ、だんだんこれから修行させていただいて、一生かかってようなりましょうなんていう人もよくあるけどね。私はよく言うんですよ。そんなことしよったら、あの世行ってまだ悟れんよって言って。いや、今行きよったらね、時間かかりますよ。そうじゃないの。パッとね、火がついたらね、まるでね、変わったの人間になってくるしね、明るくなってくる。物の見方が変わってくるね。だから、成長の入った当時ってのはみんなそうでしょ。非常に変わるわけです。変わって、ああ、嬉しいと思ってて、それから慣れてくるとだんだんね、元へ戻ったように思うけど、そうじゃないんですね。戻ってないんです。だって一遍火がついたんだからね。で、こう、皆さんがね、だんだん宗教でもね、こう、成長の絵でもね、深くなっていく順、僕はいつもこう、人に言うんですけどね、こう、一遍パーッと悟るでしょ。それちょっとまあね、こう、心境がだらだらな気持ちをすることあるんですよ。それから今度上がるときはね、前より必ず上がってるんです。で、またちょっとこう下がってね、またこうなって上がっていくもんなんですね。これ、だれたような気が、ああ、もう成長でもこれでやめようかなって思うようなときある。僕なんかでも何べんやめようと思ったかわからないよ。苦しかったからね、成長に入ったらもうくたびれるからね、最初は。今までみんな人が悪い言うてないの、みんなこっちの席になるでしょ、もう。自動車ぶつけたってこっちが悪いってことはね、ぶつける心があるからぶつかるってことなんでしょ。何したって相手が悪いなんてこと言えなくなってくるとね、苦しかったからね、もう何でやめようと思ったかわからない。ところがね、その苦しみを通り越すとまた今度はぐっと明るみが出てくるんです。こういうふうにこういくもんですよ。ちょっと下がったように見えてもね、今度は伸びる準備をしてるんです。必ずそうですからね、皆さんそれ悲観してね、長いことやっとんのにさっぱりうだつが上がらないって人は、そうじゃないの。長いっちゅうのは素晴らしいのよ。もう悟らんでもいいから、もぐ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 こうね、もぐら餅みたいに続いてる人は素晴らしいの。ああ、大したことないようだけど、もが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 こう言っとる人はね、素晴らしいのね。何にもね、そのご利益はないけれどもね、成長の絵入って体験が一つもないっていう人はね、あれがいいんですよ。体験がないけれど、やめられんって言ってね、まあ、やめません。悟りませんが、まあ、ついていこうかって、ね。私はこういう人は尊敬してるんです、尊敬。これはなぜかっていうとね、なんか体験があるとね、パーッとついてきてね、しばらくしたらね、もうやめたっていう人はよくあるんですよね。ああいうのはご利益を求めてきてる人なんです。で、私はね、一番そういうのを悪口言ったの、日本でね、こう馬の前にね、人参ぶら下げて走っとるの。まあこれ、大した馬じゃないけどさ。馬走らせたらね、ここへこう、棒でもぶら下げて、ここに人参ぶら下げてたらね、これ一緒に追っかけて走るわね、とっ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 とね、馬の前に。そうでしょ。それは人参もらう、ドッグレースなんかそうですよ。あの、前に、ウサギみたいなの引っ張るもんだから追っかけていくんですよね。同じことでしょ。こう、馬の前に人参が入ったら人参をくくでうっくっくっく走ってるね。で、人参がなくなったらもうやめたっていうのでしょ。ところが、人参がないのに走る人は素晴らしいんだよ、これ。ははははははは。これは人参ってのはご利益ですよ、ご利益。ね、なんかうまいものがあると思って走ってくるんだ。ところが、ご利益も何にもない、成長の人も、今まで大した悟りもしませんけど、もが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 する。まあ、素晴らしい人ですよ。大いに尊敬しますよ。こういう人はね、ご利益がないことが一番いいんです。いつも私言うのよ。自動車にぶつかって怪我せんよりもぶつからない人の方が素晴らしい。そうでしょ。今日もぶつからんで、一日過ごしていただきました。ありがとうございますという気持ちになるが。なんか奇跡は起こらんかいな。これダメなんですから。夫婦喧嘩をして治ったっていうよりも喧嘩しない方が素晴らしいでしょ。子供がなんか悪かったのが良くなったり悪くない方がいいでしょ。病気になって治るよりも病気にならない自分の方が素晴らしいでしょ。そういうね、ご利益がないっていう人はね、もうすでに守られてるんですよ。だからね、当たり前の生活に感謝できるようになったら、本当にありがたいご利益が与えられたんですね。私はだからね、もう成長に入ってね、何にもないっていうことはね、素晴らしいことなんだっていうんです。
だから皆さんがそういう気持ちになってね、ご利益がない、ないっていうことに対してね、なんか成長に入ったけども、何にもいいことがありません、とも体験もありませんなんていう、あ、素晴らしい体験だよって僕は言うんですね。だから、あんまりそのご利益を求めない方がいい。奥田先生ね、この前ここにおられたあの先生、面白いんだ、あれがね、あの先生が僕のところの練成道場にずっとあの人が一番先来たんでね、僕よりちょうど12下なんですよ。犬年でね、おっちょこちょいで人の世話ばっかりするんで。犬年っていうのはちょこちょこして人の世話するっていうね、本当に僕と奥田先生よく似てるんだよ。いい男でね、僕は好きだったもんだから、奥田さんが好きだから僕はもう可愛がっててね、教育大学、大学行ってる時から僕のとこ来とったんですよ。青年会をやってくれてね、それで、職員になんなさいって言って、まあ、うちの職員でずっといればまたものすごかったんでしょうけどね、ちょっと一遍途中で成長年の、幼稚園をやる方に出てしまったね。だからまあちょっと、あれでしたけど、彼がね、僕の練成道場におるときに、先生は私はね、体験が一つもないって言うんだよ。素晴らしいじゃないかって言ったね。いやー、一遍病気ぐらいパッと治らないと。みんな病気がパッと治ったような素晴らしい体験があるのに、私はさっぱりそういう体験がないからね、人を指導できんって言うんだね。なこと言うとったらあんた病気になるぞって僕は言ったのよ。いやでもね、天体験せないなんて言うとね、ちゃんと六幕になったからね。なったんですよ。こうやってね、僕と本当六幕してね、それ見たらあんたそんなこと言ったら六幕になったらね、また喜んで入院したとったとった。のんびりなもんだ。僕もね、悪くなると思わんからね、奥田君だからね、ああ、まあ、これいい体験しようよ、あんなこと言ったから、やるなと思ってね、ああ、ちょっと入院せえって言ってね、僕はもう病院を掘り込んでね、入院させてたらね、しばらくしたら、いい体験ができました、ありがとうって言われて。ほんで、病気を治る自信ができたってね、それが強くなったんですよ、やっぱり。だけど、そういうこと考えない方がいいね、あんまり。なんかね、自分でね、そういう体験をしなきゃなんて言うとね、そんなことね、体験をしなければ弱いなんて言ったら、いろんなこと全部体験してみなさい。大変ですよ、貧乏のどん底からね。病気だって、臨病だって、梅毒だって、見直るよ、あんな。みんな、頭の病気から気違いからね、みんなやってみなきゃ変なよ、あんまり。それいちいち治ってもね、大変でしょ。そんなことはね、しなくていいの。病気でもね、運命でもね、繁栄でもね、何でも一つなんです、本当は、元は。それをね、いろんな方面からね、病気の場合は病気のように話をするしね、繁栄の時は繁栄のようにね、僕話持っていくからね、聞いてる人が、やっぱりそういうふうに持ってくるんで、思うんですけどね。谷口先生はね、繁栄の話を特別したことないですね、なさったことない。病気だけの話もなさったことない。ただ、真理を説いてるだけだ。聞いたものはそれ勝手に反映したり、病気が治ったり、夫婦が仲良くなったりされるんですね。これはもう先生の本当にね、お偉いところですよ。私たちはもう、だから、それでも、やっぱり人を本当に救うためには、先生はそれでいいけど、我々とてもそれできないから、弟子だから、反映なら反映の一つのテーマを持ってね、その、生命の人のどこにそういうことを書いてあるってことをこう読んでね、それで、まとめて皆さんにお話しよう。いうようなことでやってるとね、また本当に反映してくるんです。この間来とった、日曜日に来た大阪の連中でも、本当にあれね、みんな、もう僕は4年間毎月行って話してますからね。だけど1ヶ月に1遍でしょ ?4 年って言っても。1回や12回。皆さんはずっと僕の話をよく聞いてらっしゃる。毎週ですからね。ああ、素晴らしいですよ。だからね、基礎的なものをね、とにかくね、皆さんがね、基礎のものをこういう一番根本のところをじーっとね、同じ話のようだけど、何回も何回も何回も聞いてね、そしたらもう、自然にね、潜在意識なんか入り込みますからね。今度は何やっても素晴らしくなりますよ。だからそういうふうにね、聞いて、なんかわけわからんけど、なんて、ぽーっとして聞いとってもいいし、眠ってもいいからね、聞いとらないでいいんですよ。潜在意識入りますから。とも心配。他人先生がいつもやりますよ。寝たい人は寝なさいって言ってね。まあ、そんなこともおっしゃらないけどね、寝とっても平気で話されますよ。これはもうちゃんと人間はね、
あれまた僕の知ってる人でね、高知県で僕の近所の人だけどね、もうどこへでも行くんですな、先生の話だと僕の話でも。一番前来て、いつも寝てんの。あれ、後ろで寝てくれよ、一番前で。話はしにくいわね、わしはもう、いつでも。またね、もうそれでね、なんぼ寝ても来るのね。聞かんと楽しくないってね。まんまに来て、またよく寝ろ、かって、ね、一回出てんのね。それでもうね、行かんと、たまらんとしておりましたね。あれ、潜在意識で聞いとんだね。素晴らしいよ。僕のような面白い話聞いても寝るんだからね。他の人が初めから寝とるのね。そういう人いますよ。寝に来る。金払って寝に来るんだからね、あれあんた。調子がいいらしい。だから皆さんがね、この、もう一番しなきゃいけないのは、